皆さんこんにちは、ペソでございます。いただきストリート2ですね、準決勝入りました。まずね、トップバッターなので、はい、じゃあ今回いきましょう。あ、しまった、速度変えるの忘れてた。まあ今回もあの銀行周りがねポイントになると思いますね。さあ恐ろしいのはひろゆきさんとカオルコさん、この2人ですよね。はい、ごめんなさい、まだスピードちょっと変えときますね。はい、まあ、まんべんなくバラバラに抑えてくれたら勝負はしやすいんですけどね。一か二。ああ、ラッキーパネルですね。上に枚が、真ん中に枚がペケですね。で、これが150ですね。あ、私、はい。こことここダメですね。はい、これ10。株一ですね。で、どこでもカード。おー、出ましたね。うわー、どこでもカード取られた。これは？あー、家か。これでもう全部破滅しましたね。そこは家ですね。そうですね、あとはマイナスカードを引いて、もう全部取られますからね、これで。はい、私ですね。おい。ということでここを押さえます。はい、
あー、いいとこ押さえますね。あー、後ろへ。なるほど、方向転換してますからね。3テンポ押さえるには絶妙のカードだったかもしれないですね。そうですね、抑えられる前にちょっと私も抑えときましょう。4が続くね。1-2 だけやめてほしいな。ああ、出るし。まあ、ただ次のあの位置は変えないんで、あー、高い水余っちゃったね。さあ、私は2-3。あー、高いとこ行っちゃった。あ、1だと変えちゃう。おー、よかった。カオルコさんがさっきから払いまくりですよね。あー、マジで。逆転されちゃった。まあ本音はそんな感じですよね。まあ、とりあえず抑えます。はい。まあ、次、サラリーもらえそうですからね。さすがに、京子さんも、このメンツじゃ、型なしですよね。あんだけ早いメンバーでも。オルコさんは下行きそうですね。店変えそうですから、まあ当然ですよね。マークの試合ですよね。よし、私もサラリーで、上の店変えそうなので、ひろゆきさんのここを押さえつつ、はい、はい、おー、京子さんピンチ。まあそうですよね。抑えるね。あら、しまった。
まあ当然そこもらえますよね。おお、超えてきたね。おお、分かっててやってるんかなと思うときありますよね。はい、斜めに突き進みますよ。京子さんがどこを勝って巻き返してくるかですよね。あー、そこか。まあこの辺のメンバーだとね、気が抜けないですからね。まあお金ないし突き進みましょう。はい、まあそこを抑えにかかったっていうことですね。まあとりあえず早い走士ですよね。イメージと違ってたな。しかしまあ上げてすぐ売り抜けるっていうパターンですよね。おい、あー安い店でよかった。それで私も次も揃いそうですね。あ、いいとこ押さえたね。最初のピンチなんとか切り抜けてますよね。 4! うん、残念。この顔。あ、やばいね。一番上ちょっと押さえとかないとダメかもしれないですね。おお、値下がった。でもちろん自分のとこ押さえるはずですよね。ん？あ、もうする？早いね。まあ全売りはないでしょうけどね。うん、みんなで高い店はまりまくったから。行きましょうか。
はい、さらに。超えるのか。じゃあ超えるとね、増資やめちゃうんで、今のこの10にして5枚差にしてやることにしましょう。4か。23、61、まあこっちでもいいでしょう。はい、ちょっとなるべくね右側で勝負していかないとね。フェーズを合わせときます。24って45にしときましょうか。はい、はい、まだ増資はしません。はい、あれなんだっけ、次カードのスロットか。うわあ危ないねこれね。で出すんですよねこの人。おー危ない。で頭打ちになるから、全売りはしないか。さすがに。でカオルコさんどこ買うかだね。あ、自分の押さえてるところか。じゃあ私もちょっと合わせて。ほい、あ、ラッキー、とこ買いましたね。あー、京子さんが茨の道へ出す位置出るんじゃないのこれ。あー、よかった。まあ2周目までは我慢ですよね。よし、ここを押さえます。ああ、超えよった。危なかった。ゲーム終わっちゃうかと思いましたね。だんだん買いにくくなってきてますよね。そうですね、2倍倍却ですね。
はい、ということで、今回ちょっとここで終了とさせてもらいます。イタスト2トーナメントモード準決勝ですね。また続きは次回にということでお楽しみにしておいてください。それではさよなら。